EU= ヨーロッパ連合の議会は先ほど本会議で対話型 AI、チャット g p t などの生成 AI を含む世界初の包括的な AI 規制法案を可決しました企業に生成 AI で作成した画像の明示などを義務付け違反時には巨額の制裁金を課します EU 域内で活動する外国企業も対象となります 2026年から適用する見通しで EU のルールの世界標準化を目指します。